トマベ知識認定コーチの西村です。本日はエフィカシーの高いお魚のその2です。先日爬虫類の祖先で陸に上がったお魚ちゃんはエフィカシーが高かったんだぜというお話をいたしました。トマベチ博士の講義の中のショートストーリーの中では大変好評だったようで、別のバージョンがあります。このお魚ちゃんきっと陸に上がったのは遊びで陸に上がったんであって、陸に上がったそのエフィカシーの高さはきっとこの陸に上がったお魚さんのそばに優秀なお魚のコーチがいたんだぜっていうお話だそうです。今の進化論ってこう最適化っていうのは対価で、最適化の結果一番最初の爬虫類っていうのはなんかこう陸から上がったんじゃなくて、このお魚って確かに記憶力とかってあんまないんですよね。そうじゃなくて遊びでこう楽しくチャパチャパやってたらえいってなんか陸に上がったっていうこと以外考えられなくって、ちょっと面白いから上がってみようって飛び出してみたら爬虫類になっちゃったっていうもんじゃないかっていうことだそうですよ。面白いですね。でも遊びで進化するって、でも私この間ちょっとお話ししましたけど、人間がアップルの iPhone とか Apple Watch でやってるのってとか iPad とかでやってるのって遊びでしょ。意外と人間の進化っていうのもなんかそういう自由意志で自分の遺伝子を書き換えるとか言ってるんですけど、そんな普段やってる遊びで書き換わるのかなって、まあそんな感じのお話でした。